おはようございます。速稼塾の久保でございます。特別定額給付金などの支援策第2弾第3弾というふうにね、期待されていたんですけども、またね、麻生財務大臣が余計なこと言い出しましたね。この人はいつまでね、財務を握ってるつもりなんでしょうかね。早くどっかに行ってほしいなと私は思うんですけども、全くね、この国のためとか国民のためにいいことが全くないというね、このいろんな閣僚の中でこの副総理とかね、麻生財務大臣ほど余計な人はいないんじゃないかなと思いますよね。私は西田昌司さんがね、この財務大臣というポストに入っていただければどんなにいいだろうかと思ってるところなんですけど、皆さんいかがでしょうか。でね、麻生財務大臣が、財務省を給付金再支給を否定、緊急事態宣言下と状況異なると言ってますけども、状況はその時よりももっと深刻ですよね。緊急事態宣言が出た時以上に倒産件数は増えて、路頭に迷う人が増えて、再就職ができないわけでしょ。じゃあそういう時にお金投下しなくてどうするんですかと。その時はまだストックとか、なんかね、身近な人にお金借りてとかね、冷蔵庫にあるものを食べて食べつないでいた人も今もうね、兵糧攻めですよ。冷蔵庫にも物はないと、戸棚にも物はないと、もう親類友人縁者にお金を借りようと思ってもすでに借りてるんで、もうそれ以上貸してくれないと。で、他に支援策がないと。もうね、変な言い方しますけども、首をくくるロープを買うお金すらないって感じですよ。国民に合しろって言うんですかね。ね、麻生財務大臣がね、別にあなたのお金をくれって言うわけじゃないんですよ。国債発行でしょ。国債発行で、国債を発行して償還するときにまた新しい国債切るわけでしょ。全く問題ないじゃないですか。それからベーシックインカムみたいなこともささやかれてるときにね、まさにベーシックインカムでいいんですよ。こんな財政出動、山本太郎さんが言ってますけども、参議院の、ね、試算では国民全員に10万円を毎月配ったところで1年間ぐらいびくともしない、いや2年間も配れるというところもちょっと見えてきたかなというところでね、もうちょっとね、財務大臣だったら冷静に財政ってものを考えた方がいいんではないかなと思いますし、もうあれですかね、やっぱり現役をかなりオーバーしてその御年まで働いていらっしゃると、だいぶ感覚が狂ってくるのか。それから将来世代に月を残すって言いますけども、将来世代に麻生財務大臣心配しなくていいですよ。別に麻生財務大臣に将来の責任を何とかしろって言ってるわけじゃないんですよ。将来世代の月は将来世代が担いますから、まあ任してください、そういうのは。将来世代のね、私たちに任してください。私がね、今48ですけども、私がね70、80になった時に、今回のコロナ騒動でね、貸し付けたというかね、財政出動したそのお金が戻ってくればいいでしょ。戻りますって、それは。大丈夫です。ということで、私はね、最後にこういうふうに言いたいです。こんなことに負けずにね、ぜひね、官邸にメールを送ってください。国民の要望を上げてください。もうどうせ無理っていうふうにまた思うでしょ。だからこんなね、麻生財務大臣の発言一つ二つで、もう本当にお金が欲しい、本当に定額給付金が欲しいと思っていたその情熱が消えるぐらいだったら、別に本当に欲しいみたいな思ってなかったってことですよ。だから本気で欲しいんだったらこんなことに負けずに、やれることをやりましょう。地元のね、自民党の事務所があるでしょ。そこに直談判に行くぐらいの声を上げましょう。本気でね、5万円10万円欲しいっていうふうに思うんだったら、腐ってらんないですよ。ぜひやっていただきたいと思います。私もね、こういうふうな動画で励まし続けます。それから事務所の方にもね、伺いますしね。それから要望もどんどん上げていきます。ということでございます。特にね、本当に苦しい時には国に頼れずに、自助もしてきた、共助もしてきた、じゃあ公助の番でしょうと。ここでまさに公助が必要なんですよ。公のために、私たち国民はどれだけ、国民がね、税金を払ってきたのか、そして従いがたい政策に従ってきたのか、この辺をね、もうちょっと私たち国民も心に刻んで、今こそね、風向きを変えられないように、もっとね、押し切っていく時だと思いますよ。本気で特別定額金欲しいんだったら、腐ってしまうんではなくって、もっとね、麻生財務大臣のこんな考えをね、ぶち破るぐらい活動していきましょう。ということで、本日の放送は終わりです。